オーフォード伯爵はイギリスの伯爵位。過去3度創設されており、最初にラッセル家に対して創設された時はイングランド貴族、次にウォルポール家に対して創設された時はグレートブリテン貴族、3度目に再びウォルポール家に対して創設された時は連合王国貴族であった。爵位名はサフォークのオーフォードにちなむ。名を革命期に海軍軍人として栄達し、 第一期の初代オーフォード伯爵となった、エドワード・ラッセル海軍元帥六百九十七年に、カウンティ・オブ・サフォークにおける、オーフォード伯爵に助されたエドワード・ラッセルは、第四代ベッドフォード伯爵フランシス・ラッセルの四男、エドワード・ラッセルの息子である。海軍軍人の彼は名誉革命に先立って、オランダ総督のオランニエコーをイレム参政への、昇兵状に署名した一人であり、革命後に、 海軍元帥に登った他ジャン党の一員として三度に渡り海軍大臣を務めた。伯爵上位の際同時にイングランド貴族の爵位カウンティ・オブ・ケンブリッジにおける神経男爵及びバーフラー死爵も授けられたが息子がいなかったためこれらの爵位は彼の死と共に断絶した。20年にわたって第一大倉卿を務め退任後に 第2期の初代王法度伯爵となったサー、ロバート・ウォルポール第2期の初代王法度伯爵となったサー、ロバート・ウォルポールは、ホイックの政治家であり、第1、大倉教として20年以上の長期政権を築いた。彼は、庶民院議員として、庶民院の信任を背景に政権を維持し国王に、代わって、閣議を主催していたことから、最初のイギリスの首相とみなされている。 そして1742年の第一、大倉教授人に際して、グレートブリテン貴族、カウンティオブ・ノーフォークにおける、ホートン男爵と、ウォルポール死爵及び、カウンティオブ・サフォークにおける、オーフォード伯爵に除された。初代伯が1745年に死去すると、その長男の初代ウォルポール男爵、ロバート・ウォルポールが二代伯となった。彼は、父親が、 首相在任中に助舎を内示された者の庶民員の議席を失うことを嫌って廃止した結果、代わってカウンティオブ・ノーフォークにおけるウォルポールのウォルポール男爵を与えられていた。三大伯となったジョージは二大伯と第十五代クリントン女男爵マーガレット・ロールの間に生まれた一人息子であった。彼は父親からオーフォード伯爵員やウォルポール男爵領、母親から クリントン男爵位を相続した。三大博が子供のないまま1791年に死去すると、オーフォード白爵いとウォルボール男爵位は、初代博の三男である保冷所が継承した。彼は、文筆家、ディレッタントとして名高く、自邸ストロベリー、ヒルハウスをゴシックリバイバル建築に改築したり、ゴシック小説の走りとされるオトラント上機炭を表し、イギリスに、 ゴシック趣味を流行させたことで知られる。四大伯にも息子はいなかったため、1797年の彼の死と共に、オーォード伯爵は断絶した。しかし、ウォルポール男爵位は重定にあたる、第二代、ウォルポール男爵保連書ウォルポールによって相続された。そして1806年に、彼に対して、連合王国貴族の爵位として、カウンティオブサフォークにおける、 オーフォード伯爵が授けられ、オーフォード伯爵が再興された。初代伯は、初代ネルソン死爵保冷所ネルソンの大父を務めており、ネルソンの先例名、保冷所は、初代伯に由来する。1809年に、初代伯が死去すると、長男の保冷所が二大伯。1822年に二大伯が死去すると、一人息子の保冷所が三大伯。 1858年に三大伯が死去すると、長男の保冷所が四大伯となった。四大伯には着室の男子がいなかったため、1894年に彼が死去すると、爵位は三大伯の次男の一人息子、ロバートに継承された。五大伯は1931年に死去したが、彼は一人息子に創生されており、王法度伯爵はここに再度断絶した。 一方で二つのオルポール男爵位は、初代白の自定のマ孫にあたるロバートによって継承され、以後2021年現在まで続いている。オーホード白爵系夫ズ、クリントン男爵位は三代白の母方の遠赤によって継承された。オーホード白爵位の継承権者は、通例通り初代白の客室男系男子のみで、あったが、首相の息子が与えられた。 カウンティオブ・ノーフォークにおける、ウォルポールのウォルポール男爵には、初代男爵の着出男系男子に加えてその、弟やおじの着出男系男子にも継承を認める、特別規定が付されていたため。なお彼は、首相の弟であった父からすでに、カウンティオブ・ノーフォークにおけるウォルタートンの、ウォルポール男爵を継承していたので、結果二つのウォルポール男爵位を保持することになった。ありがとうございます。